どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。今回はデータを誘拐します。よし、無事飛行機に着陸成功。秘密の壺を押してドアを外側から開けて助走をつけて乗り込む。わらーおう、データは2階にいるはずだ。30秒以内に終わらす。よし、データこれから私と共に来てもらうぞ。うちのクライアントがあんたを欲しがってるんだ。よし、ちゃんと私に体を固定したな。あんたが高所恐怖症じゃないことを祈るぜ。それじゃ、とうおー、今だパラシュート。よし、回収地点は向こうの海岸。我ながら完璧なパラシュート効果。よし、これは確かに正真正銘本物のティーダだ。他の組織に渡る前に君に取り返してもらって本当に助かったよ。言われた仕事はやり遂げる。ただそれだけだ。報酬の100万ドルはたった今君のスイス銀行の口座に振り込んでおいた。準備が整い次第ティーダのチンポが気持ちいいかどうか検証し君に報告する。あいにくだが興味な霊夢。マリサ、どうしてここに。お前 FF テンプレイしたことないのにティーダとかそういうキャラ動画に出すなよ。またキャラ崩壊とか言ってコメントで叩かれるだろうが。マリサ、何急にメタなことを言い出すんだ。そもそもなんでティーダが謎の組織に狙われてるんだよ。お前ティーダのキャラ全くわからないからティーダに一言も喋らせてねえんだろ。全く。うるさい口は、こうしてやる。うふふ。女の子ってのはこうすればイチコロなのよね。というわけでお家に帰るためのバスに乗ってる途中だけど、仕事で大金もらったからってタクシーとかプライベートジェットとか使わないわか？で、来てる。わー、どうしたんだ霊夢。あー、やばいやばい、ティーダ誘拐したから切れたんだ。ティーダ誘拐したから怒ってるんだ。ほげほげゲーピアー。ここは、なんだあの画面は。って、マリサ？しかも後ろに爆発物が大量に。わっか。え、なになに？マリサは誘拐した。助けて欲しければティーダを取り返してこい。え、24時間以内に取り返してこないと爆弾が自動的に爆発してマリサは死ぬ。畜生、厄介なことに巻き込まれたな。私はただ仕事をしただけなのに。なお、このテープは自動的に消滅する。やばい、逃げろ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、手の込んだ仕掛けだぜ。これで映像解析ができなくなった。そしてご丁寧に私の愛車まで用意してくれてやがるな。そ、とりあえずどうすればいいか。スイス銀行に振り込まれた100万ドルはまだ手をつけてない。向こうに連絡し直して金は返すからティーダを返してくれと言ったら、ティーダを返してもらえるか。とりあえず困った時はこの男に相談だ。え、なんだって、クライアントに受け渡した身柄を再び返してもらいたいだって。そりゃ絶対に無理だよ。やっぱりそうか。マリサが人質に取られてるんだ。どうすればいい。そりゃもう、力ずくで取り返すしかないだろ。ただマリサの位置もティーダの位置もわかってないんだ。そうか、クライアントの連絡先は持ってるか。持ってる。もしもし、私だ。先日ティーダを受け渡したものだ。お、ティーダのチンポが本当に気持ちいいかどうか気になって電話してきたな。残念だがまだ検証は始まってない。客観的なデータを収集するための準備には1週間かかる。また来週かけ直してきな。それが事情があって今すぐ知りたいんだ。どうにかならないか。しつこいな。お前それでもプロフェッショナルか。無理なものは無理なんだ。次また1週間以内に通話してきたらもう二度と電話は取らない。それじゃ。よし、どうだ。ああ、うまくいった。客探知成功だ。今奴が電話をかけてきた場所は、この教会だ。わお、なんて立派な教会。おそらく奴は警察の目を逃れるために神父とグルでこの教会を取引場所に使ってる。この屋上から教会を見張って奴を待ち伏せしよう。ああ、そうだな。あ、見て、あいつだわ。私に仕事を依頼してきた電話の男よ。よし、とっ捕まえてやれ。了解、どう？お、なんだてめえ。お前は
これから愉快な拷問タイムよ。さあ、ハケイ、お前のボスはどこにいる？ティーダをどこにかくまった？今度こそ吐かないともっと恐ろしい目に。わわわわかったよよ、言えよ、許してくれ。だからもうそいつを止めてくれ。もう死んじまう、死んじまうって。もう終わりか。ちょうど楽しくなってきたところなのに。まさか壁ごとあいつをぶっ飛ばすなんてね。これ以上やり続けたらこの建物が崩壊してしまうわ。てめえらが返してほしい。ティーダは砂漠に飲まれたドバイの旧都市の地下施設にいる。砂漠に飲まれた旧都市の地下施設？ああそうだ、向こうの権力者に大金を渡し、人が住めなくなった都市の地下に巨大な実験場を作った。実験場だと？何の実験だ？貴様ら一体何者だ？人体実験だ。人道に反するあらゆる非合法な実験がそこで行われている。世界中の権力者たちから守ってもらう代わりにあらゆる汚れ仕事を受けている。霊夢、貴様が敵に回してるのはマフィアやギャングなどではない。貴様は世界中の権力者を敵に回してるんだぞ。こちらジーク駅警備、周辺に異常なし、オーバー。了解、引き続き警戒せよ、オーバー。こちら霊夢、聞こえるか？ああ、聞こえる。敵領域内に無事侵入成功。中央支点にある地下施設駅エレベーターを目指す。了解、あの男の証言が全て事実である保証はない。罠の可能性もある。十分警戒して行動しろ。了解。敵一命を無力化、先に進む。了解、ブリーディングでも話した通りそこの適正のアーマーは硬い。ヘルメットは無法打たないと致命傷になり得ない。わかってるさ。高所にいる見張り兵を無力化。しかし警備が厳重だな。奴が話した通り、俺らが敵に回してるのはチンピラやゴロツキじゃない。俺たちなんて比べ物にならねえほどでかい組織だ。つまりお前の侵入がバレた途端マリサは死に、俺もお前も殺される。まったく本番だっていうのにビビらせてくれるぜ。敵兵2名を確認、向かい合ってる。フルオートに変更、一瞬で仕留めてやる。ナイスキル。先に進む。その右にあるドアを開けて、さらに右のドアを開けるとエレベーターが見えるはずだ。屋内では急に接敵する可能性が高い。警戒を怠るな。エレベーター前の警備兵を無力化。この先は無線が通じない。お前一人で作戦を遂行することとなる。任せろ。ティーダは一体どこにいるんだ？お。で、ティーダ培養装置？どういうことだ？ここはティーダのチンポが気持ちいいかどうか。うわー。て、ティーダが大量にいる。気づいてしまったか。自己紹介が遅れたな。私は、クローンウオだ。私は世界中のいろんな人間をクローン生成し売りさばいている。なんだって、ティーダのチンポが気持ちいいかどうか検証するんじゃなかったのか？は、なんだと、そんなのは個人の感想に過ぎない。本物のティーダはこの機械の中で植物状態になっている。世界には物好きの狂った金持ちどもが5万といる。輪っかがあまりにもティーダのチンポ気持ちよすぎだろ。というもんだから、奴ら俺のところにティーダのクローン生成をお願いしに来やがったのさ。まさか絵画や骨董品のように金持ちの間ではティーダを持つことがステータスに？まさにその通りだ。今やエリートの中ではいかにティーダのチンポについて語れるかどうかがステータスになりつつある。狂ってやがる。狂ってる。だが金になるんだよこの商売は。ちなみに君をこの場所に仕向けた輪っか君の隠れ場はすでに我々が突き止め、200名余りの兵士を送り込んだ。つまりお前も輪っかも終わりということだ。コストの自分を確認。これにより電子節自動が無差別化されております。と、早く出てこえていた。早く出てくるんだ。輪っか討伐作戦開始。必ず輪っかを帰らぬ者としろ。なんだかわからないけど輪っかがいなくなったぞ。今がチャンスだ。このロープを解いて。ぐ。次元爆弾が作動する前にさっさと逃げるぞ。ていブラボーを飛んでよ。繰り返す。ブラボーチームを飛んでよ。なんだこのヘリの数は。とりあえずボートを奪って逃げるぞ。あの爆弾が作動したのか。アップねー。もうすぐで1000万銃になるところだった。全部隊が壊滅的被害を受けている。作戦は失敗だ。繰り返す。作戦は失敗だ。撤退せよ。はぁはぁはぁ、なんとか弓道を見つけたぞ。ってなんだこのバカでかい地下施設は。一体どうなってやがる。とりあえず地上までのエレベーターを見つけないと。ってこのエレベーター撤去されてる。
そ、こうなったらサツマイモ食べて。出る。そうみたいにゆっくり霊夢のサツマイモ用意しといてよかった。このまま一気に地下逆回転地上まで駆け抜けるぜ。マリサ、どうしたんだその傷は。で、霊夢はどうなった。リーダーを回収するため地下施設に潜ってから通信が途絶えてる。そして先ほどその地下施設で大規模な爆発が起きた。まさか、霊夢。なんだ、私より先に帰ってきてんじゃん。って、その声は。霊夢。そしてティーダも。ああ。なんとかギリギリでティーダも助け出せてね。最後は爆発に巻き込まれそうになってケツが焼けちまったよ、霊夢。でも、ティーダさんは、輪っかはどうなったんだ？それが、島の爆発でおそらく。で、その声は、輪っかさん。霊夢、お前は俺からティーダを奪った。そのことは許すつもりはねえ。だけどあの男と施設を破壊していたを人身売買組織から救った。だからてめえのことは見逃してやる。また俺が必要になったら呼んでくれ。じゃ、わっかさん。行っちゃったね。二人とも。なんとか全て丸く収まって助かったよ。さて、これからどうする？どうするって、そりゃ。どうする？